右から野坂康久、二代目、坂口平米、青時三郎、高松の宮信人新郎、青と昇る、小田治野坂一郎、伊坂貞吉、野坂漢字野坂一郎6月20日没年不明は、日本の無線技師、実業家、作家、元ラジオ、参院常務、鳥取県米子市長、野坂康のおじ、洋食のレストラン及び、レコード、 学器店を営んだ、野坂安久の長男。鳥取県最白郡米子町出身。安久の長男。昭和7年無線電信工就書本科卒業。大阪商船外国航路通信士。上海家中電気通信古墳有限講師日立ち、造船各勤務を経て、昭和29年3月ラジオ3人に、弟のボルさんと勤める。 その鑑賞は十三年三礼毎日大衆文芸第一席に当選。週刊朝日小説に三席入賞以後作品約十五、発表。ラジオ三院について、老いの野坂康夫によれば、戦前に無線技師をしていた経験を持つおじが発案し、祖父がこれを強力に支援し、父と三人が協力し、たくさんの方々の参画、支援を得て、開局に至ったものだった。 という、趣味は文学書写真、宗教は仏教、住所は鳥取県米子市各番町。ありがとうございます。